俯瞰で見てたら、瞬間が合ってるなっていうのが多分分かったりするから。札幌、あの時はね、瞬
ントも全然打ってないでしょ。打てなかった。前半ゼロですよ。全然だったな。はい。本当に。今日あんなかったら絶対寒いよ。普通に寒いんだけど。あ？いいけど。優しくしないで。もう私し監督じゃないし。オッケー。そのあたりは厳しくねみたいなね。でも結構じゃあマリノス戦っていうのはお二人とも全試合見てたりするんでしょうか。最後まで、まあ、見たくなるような試合してほしいよね。ね、勝ちませんでしたね。スタメンですか。おお、ナイスナイスナイス。よかったですね。思いが通じましたね。なんでコータが参加と思ったのかな。あのサブサブ本当ですね。ヒットとか得点に絡むシーンが少ないって多分皆さん思われてると思うんですけど、やっぱりそこも当然狙っているというか役割的にはあると思うんですけど、今ゲームが作れてないことが結構多いと思うので、まあ、中盤とかそういうところでこうリズムとかそういうのを作って、まあ、テンポアップとかも含めてやってほしいなというふうには思ってますけどね。まあ、それ普通にサッカーを見る人というふうにしてみてる、ね、こう高いみたいな感じで。そうなんですね。やっぱり水野さんも自分がやってる時に俺がもう一人欲しいなと思ったとかって、そういう感覚かな。カズさんも思わなかったですか。自分がもうわしがもう一人おったらなみたいな。元気中もうええと。英国署の方は以上で終了とさせていただきたいと思います。そして次はじゃんけん大会を行いたいと思います。それを持ってる人います。本物のカズさんと水野さんのように。あ、いらっしゃいます。持ってる。アゼリオムの青は持ってる、8番。なんでそれだけ。あれは多分懐かしい92年のとこじゃないかな。ね、開幕前のナビスコとかの水沼隆でございます。ね、1枚じゃーん。さあ、このユニフォームは何年のでしょうか。2006年。お、2006年は僕が現場にいた時じゃないですか。あ、その時。おい、そう、こういうやり方。はい、どうぞ前です。あ、欲しい。すいません、これと同じデザインのユニフォームをお知らせ方、どうぞ前の方へ。いい方が人の方へ行くシステムになっています。はい、行きますよ。はい、せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、チョキの方、初期の方、お一人。あ、じゃあここの二人でちょっとじゃんけんしましょうか。はい、いいですか。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、お女性に探し。はい、おめでとうございます。どうぞお進みください。また入ってますので、はい、ありがとうございます。さあ、ここは99から2000年ということで。はい、99から2000年のこのデザインになります。はい、こちらから。そうですね、これ青いですね。はい、胸のかすれ具合がいいですね。全体的に皆さんかすれ具合がいい。みんなベテランだからなかなか。おい、おーこと、おーこと、おーまずまず、すごい。コーダ選手のパパだよ。足足足足足足パパ。わしが、わしのこと知ってるの。え、知らんのかお前。おじいちゃんおばあちゃん聞いとけ。ありがとうございます。さあ、これは2007年です。2007年のユニフォーム。95、96の時の4番といえば三原さんですよね。あ、まさに三原さん。あ、かわいい。来てくれくれたの。ありがとう、かわいい。設定、あら、和樹さんですもんね。いるいる。はい、他にいる方。95、96。あ、じゃあお二人かな。どうします、これ。じゃあ譲っ